こんにちは。留学のための試験や英語塾主催しています。試験やしのぶです。よろしくお願いします。今日も英語とか、トフル、主にね、トフルのことについて、今までの経験からね、得たものを、シェアしていきたいと思います。今回はですね、英語、トフルでもいいんですけど、英語一般についても言えることなんでしょうけど、アドバイスをもらおうとするときにね、いろんな本とかでこうね、いろんな雑誌とか、インターネットとか、チェックするわけじゃないですか。で、どういうふうに英語を勉強したらいいんだろうか、みたいなね。で、そうなるとね、ほとんどの場合、もう対立概念が必ずあるんですね。で、その対立っていうか、もうなんて言うんだろう、もう、contradictory なわけでしょう。もう完全に矛盾してる。例えば、速読がいいよと言いつつの精読がいいよっていう人もいる。ね。たくさん聞きましょう。いや、もうきちんと聞きましょう。とかね。新聞がいいよ。いや、大学の教科書みたいなのがいいよ。とかね。たくさん書こう。毎日こんだけ書こう。とか、いや、一文だけきちんと書けるようにしよう。とか。ね、もう発音ちゃんと練習しましょう。いや発音なんか日本人の英語でいいんだよとかね。丸暗記がいいよ。やっぱ理解することが大事なんだみたいなね。もう相入れない、ね、学習方法またはアドバイスっていうのがあって、ね、特にこう、なんかあんまり自分のことよく分かってない初心者の人とか、もう完全にもコンフューズしてしまいますよね。混乱してしまいますよね。どっちがいいんだみたいな。そういう話になる。で、それについてね、ちょっと解決をしといたらどうかなと思います。でね、これを、解決するためにはね、もう間違いなく絶対やらなきゃいけないことがあって、それはね、自分は今どこの位置にいるんだっていうことですね。これが大事なことです。で、例えばね、どれがわかりやすいですか？発音とか。発音ね、自分、もうちょっと発音やった方がいいかなと思って、先生にこう相談しに行くっていうふうにしましょうか。例えば、中学生とか高校生とか大学生、ちょっとわかんないけど。で、先生に相談する。で、自分もうちょっと発音ちゃんと勉強しようかなと思ったんですけど、でも発音か、どうでもいいっていうね、ことも聞くんで、どっちがいいんですかねって聞く。ね、そしたらね、先生がね、発音ちゃんとやった方がいいよっていうふうに言うわけ。ね。それなんでそうやって言うかわかりますか？それは、先生ってね、生徒さんのことをちゃんと、hopefully 、把握してる、っていうことになるじゃないですか。でね、この人が今いる状況から考えて、多分まだ初心者なんでしょうね。英語の勉強始めたばっかり。で、まだまだ先長いっていうことを考えると、いや、もうそれは発音きちんとやっといた方がいいよ、最初から。っていう意味で、いろいろあるかもしれないけど、あなたの場合、この状況だけにおいて言えば、発音をやった方がいいよっていう、そういう感じで言ってるはずなんですね。だから、どっちがいいですかっていうのの答えは、自分のことを知ってる人だけに正解が与えられるっていうのがまず一つなんですね。例えばね、これの、ちょっとこんな感じないけど、例えば、トフルで言うと、もう典型的な例としてはね、ライティングのテンプレートを使うか使わないか、テンプレートを使わないという、そういうね、なんていうの、ダイカドミーっていうんですか、対立概念がありますよね。で、なんかね、テンプレートを使ってずっと書いてるっていう人がいて、I will explore the reasons for this.in the following essay みたいな、ね、感じでいつもこう書いてる。で、そういう感じのね、いつも使ってる人はずっとスコアが変わんないんだ。18点なんだって。ずっとね。で、それで、私に、テンプレートは使うんですか使わないんですかどっちが本当はいいんでしょうねとかって聞くわけね。そんなの使うはずがないでしょ。使っちゃダメなのに決まってるでしょ。だって、使って18点なんだから、とにかく使わないで書いたらちょっと上がるんじゃないみたいな。希望もあるわけでしょ。その人はやっぱ使っちゃダメだよ。だって、もう同じなんだから、スコアが。で、ずっと同じようにしか書けないわけでしょ。そしたらもう使わない方がいいですね。使わないでやってみる価値は絶対ありますよね。そういうことなんですよね。だから、だからといって、一般的に、テンプレートを使わないっていう話じゃないんですね。そういうことなんですね。例えば、同じ、私がアドバイスするにしても、全く何書いていいかわかんないんです。でも、今度のトフルで、とにかく60点取ればいいんです、みたいな人は、この通り書いてっていうことでいいんじゃないの？ね、そういうふうにして、とにかく書いてもらうとスコアが出るんで、ね。そういうことなんですね。だから、テンプレートを使うべきなのか、使わなくていいのか、使うべきではないのか、とかいう問題は、解決はその本人によるっていうね、ことなんですよね。だから、自分の位置をまず知る。これがもう、こういう、
相反するアドバイスに惑わされないためのもう絶対に必要なことなんですね。でそのためのね、一つの弁法としては、テストを受ける、例えばね、TOEIC とかね、スコアが出ますよね、TOEFL とかスコアが出ますよね、そういうやつ、英検でもいいですよ、英検でも滑り方によりますよね、ね、例えば2級が全然もうダメなんです、もうあれ判定出るんですよね、ね、もう全然もうB とか B 判定とかなったことないんですみたいな、ね、3級受けても滑るかもしれませんみたいな、そういう感じの人が来て、たくさん書いたらいいんですか、それとも一文一文きちんと書いたらいいんですかとか言われても、もうちゃんと一文書こうよって感じになりますよね。そうなるとね、そういうことです。だからその自分のことを知るっていうね、それが大事なんですね。で一般的にね、インターネット上とかでね、いろんなアドバイス、こうやって英語を勉強しようとかいうのはもう一般論ですよね。だからもうこういう人がいればこういう人もいる、こういう人がいればこういう人もいる、でも当然ですよね、もっといるかもしれないけど、いろんなパターンがね、そういうことです。だからその自分のことを無視してはちょっとできないということになりますね。それが1点目なんですね。でね、第2点目、こっちのは重要なんです。で、こっちのが重要なんですけど、トフルを勉強していく上で、まあ、トフルに限らずね、英語でいいんですけど、まあ、ずっとね、長い期間、通して、英語を勉強していこうっていう時に、大事なのはね、勉強のプロセスの中には、もう相反することを同時にやっていくっていうことがもう絶対求められるんですね。一つの方向性だけの勉強っていうのは、例えば、もう極端に言うとね、字を声出さずにじっと読んでいくっていうだけで勉強終わる人ってなかなかいないんですよ。途中で意識的に単語を覚えること、ことも必要だろうし、書き出すことも必要だろうしね、音読も多少は必要だろうし、聞くことだって多少は必要でしょ。だから、なんか一つの方法だけで最後までいけるっていうのは、よっぽどスペシフィックな、いや、もう字だけ読めればもう本当それでいいんですっていう、ね、もうものすごい、スペシフィックな目標を設定している人でない限り、例えばテストのためにとか、もうテストのためにって言った時点で4技能が必要になるとかね、いうそういうわけでしょ。だからもう何かのこう、そういうよほどのスペシフィックな目標がない限りは、やっぱりいろんなことが含まれてくる。で、その中には相反する勉強も含まれなければならないんですよね。例えばこの中だと何にしましょう。例えば速読。速読しますよ。けどね、精読もするのに決まってるじゃないですか。パッセージ読むときに。わかんなかったら単語とか調べるわけでしょ。もうその時点でもう精読入ってますよね。で、調べる。で、意味がわかんない単語があったら、意味がわかんないセンテンスがあったら、ちょっとね、そこをハイライトでもして、ちょっと和訳でもしてみようかみたいな。ね、そういうことになりますよね。で、全部終わったとしたら、じゃあこれいっぱい何分で読めるんだろう。目読で早く読んでみよう。または音読して、何回も読んで身に染み、ね、込ませてみようみたいな感じで、もうこっちも やっていきますよね。だから両方やるの決まってるんですね。だから速読がいいんですか、それとも精読がいいんですかっていうのは、一つは自分の自分が今どういう状況にあるかを持って判断するのと同時に、英語の勉強っていうのは両方お互いに相反することを同時にやっていくのに決まってるっていうことで、そのプロセスの中でね、だからこれはこれ VS これじゃなくて、両方とも自分の勉強のプロセスの一つの中にあるんですね。一つのフェーズにあるんですね。だからどっちもなんです。ね。どっちが効くとかじゃなくて、両方やって初めて英語の能力としてだんだん現れるようになってくる。そういうことなんですね。要するに勉強のプロセスっていうのは、いろんなことがこうね、混ざり合って、やっと一つのこう、結果が出てくるっていうことなので、相反することを当然含んでいくし、全く関係なさそうなことも実は含まれてるっていうね、ことなんですよね。だからもう丸暗記だってしなきゃいけないことだってありますよね。もうつべこべ言わずに覚えとけみたいなことたくさんあるわけでしょ。だからそれと理解をするっていうのは、丸暗記したからこそ理解がついてくることだってあるし、ね。逆に理解したからこそ丸暗記しやすくなったっていうことだってあるわけでしょ。だから全然お互いに相反するように見えて、あんまり大して相反してないんですよね。ということで、本当にこう一つの勉強をやっていく中のプロセスの一つとして、の一つのフェーズとして存在しているっていうね、感じなんですね。だからこういうのをバーサスっていう対比で、なんかコントラディクトリー、矛盾する概念として捉えていくっていうのは、とっても、なんて言うんだろう、効率が悪いっていうか、本当の勉強の姿からちょっと遠い感じになるので、自分で勉強するときにはね、
両方やるのに決まってるし、両方やるのが本当の姿だし、両方やることでもっと効果が出ていくっていうふうなことを意識をして両方やるっていうね、そういうふうにしてみてはいかがでしょう。そうやって使っていく、お互いに相反することでは全然なくって、プロセスの一つとしてね、やっていくっていうふうにして、いろんなこと、なんかね、インターネット上にいろいろあると思いますけど、そういうことには惑わされないっていうことですよね。全部やるのに決まってるとね。で、何かでどっちか必ずやんなきゃいけないとなったら、それは自分が今どの位置にいるかによって判断するということになりますね。こんにちは。留学のための試験や英語塾を主催してます。試験やしのぶです。ここは20年ぐらいですね、MBA 留学をはじめとして、大学院留学とか、学部留学、それから国内のね、国際教養系大学の進学とか、トフルを必要としている、受験生の、指導をしてきています。で、その中でね、得た知見とかを、皆さんにシェアしようと思ってます。チャンネル登録とかね、いただいたり、それから下のリンクにね、試験や英語塾の、ウェブサイトとかもありますので、訪問していただくと嬉しいです。よろしくお願いします。